あ、咲いていますね。新潟市中央区安らぎ堤沿いの歩道ですが、え緑の草木の中でオレンジ色の可愛らしい花が目立ちます。この辺りは何本か並んで咲いていますね。えこののりのまの保護シートが敷かれているその間から生えているものもありますね。 新潟市中央区の安らぎ亭で所々に咲いていたオレンジ色の花さらに同じ花は中央区内の住宅街の遊歩道にも小ぶりで可愛らしくポピーに似ていますが別の花だといいます花びらの大きさが4枚で全てほぼ同じということそれから 葉っぱのです、ね、切れ込みが細かいという特徴がありますので、長ひなげしだと思われますアルカロイド成分を含んでおりまして、素手で触ったときにです、ね、かぶれ等の症状が起こることがある4月から5月にかけ、花を咲かせる外来植物のナガミヒナゲシ。可愛らしい見た目とは裏腹に、有毒成分を含み。 皮膚が弱い人などは触るとかぶれてしまう恐れがあります小さな子供が歩くすぐそばに咲いていることもあり注意が必要ですまた繁殖力が非常に強く根から他の植物の生育を妨げる成分を出すため生態系に影響を及ぼすことも懸念されていますなんかかんなよね もれる可能性いいっぱいありますよね安らぎ亭をよく散歩しているというこちらの男性は、最近になって、長見ひなげしを目にするようになったと話します初めて今年になって、この綺麗な花だなと思って、可愛らしい花だな、なんだろうなと思って歩いてたんですけどね、はい、なんか毒があるんでしょ、これ。 はい、ですでに触るといけないってインターネットで農業環境技術研究所によりますとこのナガひなげゲは1961年に東京で発見されその後、各地に拡大2000年代に入ってから県内にも生育域を広げたと見られています。新潟市を含め 県内でも多くの自治体で駆除が推奨されている長見ひなげし。今日、安らぎ邸の周辺ではこんな光景も。こちら長見ひなげしだと思われますが、根元から引き抜かれてまとまって置いてあります。誰かが駆除しようということで抜いたものでしょうか。では、見つけた場合、どのように駆除すればいいのでしょうか。 ビニール手袋を使用するのとして、えー、その草の汁がですね手に付着しないような形でやっていただきたいなと思,思いますまた抜いた後も種は生き残るためゴミ出しの際は枝葉や草の収集ではなく燃やすゴミとして処理する必要があると言います多くの花が咲き誇る季節ただ知らない花には無闇に触らないなど 注意が求められます。